皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。では今回は、提督の決断4パープキット PC 版、大日本帝国海軍、駆逐艦縛りプレイ続きをやっていきたいと思います。駆逐艦のみでプレイしていくというコンセプトでやっています。前回はですね、カリブ海、ここで、アメリカ海軍との大決戦を行って、制圧を完了しています。で今回はですね、その続きになるんですが、敵の艦隊がですね、まあ、例えば、このペルー沖、ラプラタ沖、フォークランド、この辺りにね、展開している様子が伺えます。さらにメキシコ湾ですね。まあ、ただですね、がら空きになっているのが、東海岸、アメリカ軍に残された唯一の重要拠点、ここがら空きなんですね。なので、今回はバミューダから一気にですね、ワシントン、ニューヨーク、こちらの攻略を行っていきたいというふうに思っています。では早速艦隊を送っていきましょう。送っていく艦隊はですね、もちろん駆逐艦だけの艦隊に、前回から試している、このね、揚陸艦、陸戦隊を集中運用する戦術をね、ちょっと試していこうかなというふうに思っています。では早速、東海岸、ワシントン、ニューヨーク攻略戦始めていきましょう。投入する艦隊はね、今ご説明した通り、駆逐艦編成の2個艦隊、さらに揚陸艦を集中運用した第15艦隊、これをね、投入していきます。戦力比較ですが、アメリカ軍の方に艦隊はいません。なので敵の航空基地をね、一挙に叩いていこうというふうに思います。そのため揚陸艦をね、まず最初に第1、第2飛行場を潰すために突入。駆逐艦隊2つは洋上待機。次の日の夜を待って、最後の飛行場を潰すという作戦を行っていきます。これがね、うまくはまってくれれば、いいなぁというところですかね。では、洋上待機、駆逐艦はさせて、揚陸艦を進めていきましょう。できればね、この夜のうちに2つの飛行場を潰してしまいたいなというふうに思いますので、進め方としてもね、そういう進め方ができるようにしていきましょう。まず確実に1つ目の飛行場を潰しにかかります。そしてもう1つの飛行場も潰しに行きましょう。まあ、敵がね、襲ってくるリスクは全くないので、ここはね、確実に勝利できるように、かつ味方の艦隊がね、ダメージを受けずに、そのままイギリスとの決戦に挑めるように、まあ、一定の注意を払いながらですね、敵の飛行場を潰していきたいというふうに思います。揚陸艦のみの集中運用。ここまではね、割とうまく動いて、はまっているかなと思うんですけど、敵の艦隊に対してね、この揚陸艦は反撃する術もないし、最高速度も20ノットとかなり遅い鈍速なまあ、船になっているので、敵の艦隊を壊滅させている、あるいはすごく少ないっていうね、状況が確認できている時に有効かなというふうに思ってます。では早速揚陸艦を突入させていきましょう。でね、この揚陸艦、足が遅いというのもあるんですけど、敵の基地からの砲撃、これがね、すごく、正確になってきてるのと、距離もね、伸びてるんですよね。なんで、揚陸艦がね、やられないようには、やっぱり注意をしたい。せめて陸戦隊を出してからね、沈んでほしいなっていうところですね。さては陸戦隊をね、出していきます。さあ陸戦隊が出ました。まず4隻の陸戦隊から突入をさせていきたいと思います。4つの陸全体でね、どこまで削れるかというのを1つ確認して、で、予備でね、2隻、2個、陸戦隊用意してますので、これでね、壊滅を狙っていくという作戦です。まず1つ目の陸戦隊が敵の反撃を受けて全滅。敵の艦隊はいないので、時間との勝負ですね。夜が明ける前までに、やっぱりね、しっかり成果を出してもらいたいなと思うんですが、まあ、ちょっとやっぱり数が足りてないかもしれないな。最近だと5隻、5個の陸戦隊だとちょっと足りないかなっていうね、感じがしてますね。ここも残念ながら陸戦隊4つが壊滅してますので、予備で、派遣していた残り2つの陸戦隊も出していきましょう。では2つ目の飛行場に対してもね、陸戦隊を近づけて、いきましょう。了解。了解。ここはこの先の戦いのことも考えるとやっぱり揚陸艦をね失いたくはないので、なんとかねちょこちょこ動きを変えながら敵の攻撃をかわしつつ、陸戦隊をね上陸させていきましょう。さあ、上陸部隊が発進してます。ではこれで、撤退させていきます。陸戦隊を出した後の揚陸艦はもう何の役にも立たない。いいのでね、確実に撤退をさせていきましょう。さあ、夜が明ける前にできればね、攻略したかったんですが、残念ながら夜明けが来てしまいましたね。いや、本当に強いな。6個の陸戦隊でどうだろう、潰せるか潰せないかっていうね、ちょっとそういう微妙な状況になってますね。では2つ目の飛行場に対してもね、陸戦隊出ましたね。まあ、ただ敵の爆撃機も飛んできてるっていう、まあそういう状況です。まあ、ここは陸戦隊を、まあ、出した揚陸艦からね、撤退に移ってもらいたいというふうに思います。1つ目の飛行場破壊です。2つ目の飛行場がね、もう完全に夜が明けてしまってる状態なので、この状態でどこまで、削れるかですよね。もう一撃で陸戦隊がやられてる。こういう状況もね、十分に考慮しておかなければいけないっていうのがもう最近の戦いですね。さあ、陸戦隊は壊滅という状況なので、まあ、敵の艦隊がいないっていうね、このシチュエーションは貴重なので、仮に、陸戦隊が全部やられてしまった場合であってもですね、駆逐艦の貧弱砲を使ってでも攻略はね成し遂げていきたいというふうに思ってます。では2つ目の飛行場に対しても揚陸艦全部出しましたので撤退していきます。一隻でも多くの揚陸艦がね逃げおおせてくれればいいなと。で、敵の飛行場、まあ、敵の基地ですね。ここは半分ダメージ与えると、砲撃が止まってですね、駆逐艦でも戦いやすくなるんですけど、逆に砲撃が生きてるところで駆逐艦を突入させるとですね、とてつもない損害が起きるので、まあ、最低でも半分は削って、砲撃ができない状態にしてですね、駆逐艦を突入させていきたいっていうのがね、思いとしてはあります。まあ、そのためにもね、この陸戦隊には頑張ってもらわなきゃいけないんですけど、ここ今昼間なんですけど、陸戦隊頑張ってくれてますね。すごく頑張ってる。ダメな時はもうすぐやられますけどね。今回は割と頑張ってくれているようです。ああ、ただ全滅したか。では、2つ目の飛行場は、残り2つ陸戦隊を投入して、なんとかね、ここを占領しましょう。で、3つ目の飛行場に対してもゆっくり進撃を開始していきましょう。さあ、雨が降ってくれる好条件が出ましたね。こうなってくると、このうちに、雨が降っているこのうちに接近して陸戦隊を下ろしましょうか。まあ、駆逐艦プレイね、ここまで本当にしんどいところもありましたけど、面白いは面白いですね。魚雷がやっぱりすごく強力なので、魚雷による攻撃で敵の戦艦、重巡洋艦、空母、これをね、沈めていくと、まあ、すごく爽快感があるというかね、あるんで、まあ、もしね、提督の決断をお手元にある方はね、駆逐艦プレイ、試して見られるとね、面白いかなって思います。まあ、ただね、提督の決断法も PS2 だったり、あるいはね、旧式の PC だったりっていうのじゃないと動かないんで、ソフトを持っててもね、それが動くハード。それをね、持ってる方っていうのがね、だいぶもう最近だと減ってきてるのかなっていうね、感じはしますけどね。ぜひ、新作を期待したい、お願いしたいですけどね。でも陸戦隊が、もう一つ向かっています。まあ、念のため、もう一隻陸戦隊積んだ、揚陸艦近づけてますので、これでちょっと様子を見てですね、確実に、二つ目、の飛行場を取っていっちゃいましょう。撤退します。もうやられたからね、陸戦隊がね。やっぱり最近だと、6隻の揚陸艦、6個の陸戦隊。これでもね、倒せないっていうことがある。っていうのはちょっと念頭に置いておく必要があるかなと思います。これで2つ目の飛行場の占領が、まあ、ようやく完了したというところですね。では最後の飛行場、これの、ね、攻略を行っていきます。では3つ目の飛行場ですが、残念ながら陸戦隊で3分の1しか削れませんでしたので、残りはね、揚陸艦を使って、駆逐艦を使って、ここで、破壊していきましょう。陸戦隊を投入すれば、まあいわゆる占領という形が取れるんですけども、戦闘艦で砲撃で破壊すると、まあ占領という形は取れないんですが、まあ、ここはね、もうこの時に攻略は済ませてしまいたいので、無理をしてでもここで取ってしまいましょう。アメリカを降伏に持っていきます。無傷の駆逐艦隊なんで、ここはしっかりね、削っていけるかなというふうには思っています。では、駆逐艦隊を近づけましたので、ここで、残りのね、敵基地、これの破壊を行っていきます。さあ、都合よく雨が降ってきてくれましたね。このまま破壊を行っていきましょう。これで、東海岸を制圧。アメリカを降伏に持っていくことができると思います。まあ、損害状況ですね。結局、揚陸艦を2隻失いました。さらに駆逐艦をね、敵の飛行場を砲撃の際に4隻失っています。2つの飛行場を占領。1つの飛行場を破壊という結果です。これで、アメリカ政府が降伏。あとはイギリスだけという状況を作りました。さらにね、アメリカ軍の将兵が我々の軍に合流するっていうね、まあ、ちょっと現実世界ではありえない内容だと思うんですけども、ゲーム上ではね、アメリカ軍の、まあ、将校たちが我々の艦隊の提督になってくれると。いうことなので、まあ、これはね、普通に使わせていただきたいと思います。では残されたイギリス軍との戦い、全ていきたいと思いますが、今回はねキリがいいのでここまでにさせていただきたいというふうに思います。